2003年8月、埼玉県熊谷市で男女複数人が痴話喧嘩に巻き込まれた。不倫相手の少女にやっちゃえとけしかけられた主犯緒方秀典が恋敵である男性を始末、さらに無関係である男性の同僚女性ら3人を拉致し、1名の命を奪い、2名に重傷を負わせた。2003年6月ごろ、少女 A 当時16歳は熊谷駅周辺で風俗店店員鈴木当時28歳と知り合う。そのうち少女 A は熊谷市の鈴木のアパートに身を寄せるようになった。彼女は鈴木のことを都合よく止めてくれる友人としか見ておらず、体の関係はなかった。そんな二人だったが、やがて少女 A の薬物使用が原因で口論が絶えなくなる。7月上旬、少女 A は同じく熊谷駅周辺で緒方秀典当時26歳に声をかけられ、交際するようになった。緒方は妻子持ちだったが、二人はすぐに肉体関係を持った。鈴木から連絡が頻繁に来ることに対し鬱陶しさを感じ始めていた少女 A、 今後の付き合いについて話し合おうとした鈴木から電話をかけた際、その席に緒方が仲裁役と称してやってきた。当初別れることに同意しなかった鈴木だったが、執拗に別れを迫る緒方に恐怖心を抱き、交際を断念。それにもかかわらず親と喧嘩して家出した少女 A は頼る家がないため、再び鈴木宅に出入りするようになる。しかし少女 A は鈴木が彼氏面することが不満で、緒方にその思いをぶちまけた。それを受け緒方は鈴木に対し、自分の女に手を出すなと恫喝した。8月16日少女 A が部屋で寝ている時、鈴木が勤務先から帰宅した。この時少女 A は鈴木に体を触られ、服を脱がされそうになり、嫌悪感を抱き始める。その2日後、熊谷市のファミリーレストランで緒方と少年 E と3人で食事をしている際、少女 A はこの出来事を話した。それを聞いた緒方は激高し、あの野郎、俺を舐めやがって、 A が俺の女だって知ってるのに手を出してくるんだから、俺に喧嘩売ってるのと同じだよな、今から乗り込んじゃうか、野郎をやっちゃうかと息巻くと、少女 A はやっちゃってよとけしかけ、少年 E も人の女に手出すなんて絶対に許せないっすよ、そんなやつやっちゃうしかねえっすよと同調。緒方は自分の経営するゲーム喫茶から包丁を持ち出すと、3人はアパートに向かった。緒方が本当にやって大丈夫かと確認する。少女 A は大丈夫だよ、やっちゃってと返答したという。鈴木のアパートは勤務先の風俗店が借り上げていて、住人は皆店の従業員だった。鈴木は自室にいなかったが、少女が電話すると同じアパート内の B 子さんの部屋にいたため、少女 A が言葉巧みに誘い出し、鈴木の部屋に連れ込んだ。緒方が鈴木を問いただすも、少女 A に手を出そうとしたことを認めようとしなかったため、緒方は鈴木に激しい暴行を加えた。緒方は B 子さんをも鈴木の部屋に無理やり連れ込み、 B 子さんの見る前で俺の女に手を出しやがってと言いながら鈴木に暴行を加え続け、早くくたばれと言いながら命を奪った。緒方は苦しむ鈴木に布団をかけ罵倒した。緒方は少女 A にも同じことをするよう強要した。無関係の B 子さんはその様子を見せられ、恐怖に震えるしかなかった。午後1時20分頃、出勤してこない鈴木に店のマネージャーが電話した。しかし電話は通じず、同じアパートに住む同僚の C 子さんに様子を見に行くよう頼んだ。言われた通り鈴木の部屋を訪れた C 子さんは
そのまま室内に連れ込まれ、鈴木の遺体を見せられた。 C 子さんはその頃友人の D 子さんと同居しており、部屋にいた D 子さんも鈴木の部屋に連れてこられる。そして彼女にも遺体を見せつけ、午後1時40分頃、車で B 子、C 子、D 子ら女性3人を拉致した。その時、見ちゃったもんは、しょうがねえよな、やるしかないよな、と尾形が話すと、少女 A は、うん、やるしかないでしょと煽り立て、賛同したという。無関係の3人は、秩父市内の公園に連行された。尾形は、まず、第二駐車場の女子トイレに D 子さんを連れ込み、暴行を加えた。意識を失った D 子さんを死んだだろうと思い込み、公園に放置した。トランク内には C 子さんが乗せられていたが、道路脇で下ろし、命乞いをするも無視して命を奪い、斜面に蹴落とした。少女 A は、これらの凶行の間、車中でタバコを吸いながら、拉致した女性が逃げないように見張りをしていたという。最後の B 子さんは、建築会社の資材置き場で降ろされ、敷地内の小屋に連れ込まれ暴行された。その後、両手足をビニール紐で縛り、B 子さんをマンホールに入れ、次の日の朝迎えに行って生きていたら、見逃してやると言い放ち、現場を立ち去った。午後4時45分、公園で倒れていた D 子さんを通行人が発見、110番通報した。D 子さんは病院に搬送された。病院を訪ねてきた秩父警察署員にアパートの鈴木の遺体のことを話した。それを伝えられた熊谷署員はアパートへ急行し、午後6時25分、布団をかけられた A 氏の遺体を発見する。午後8時50分頃には B 子さんも救出される。彼女は放置された建築会社の敷地内で、ここを駐車場として借りていた男性によって発見される。B 子さんが自力で物置から這い出し、この男性に助け出されたのは、ほとんど奇跡と言えるものだった。とはいえ、B 子さんは意識不明の重体で、意識を回復した後も、会話もできない状態だった。そのため、捜査員は、病室へ文字盤を持ち込み、文字を一つ一つ指しながら、事件の経緯を説明した。そして翌8月19日、犬の散歩中の男性が C 子さんの遺体を発見する。8月21日、熊谷署は尾形を逮捕、22日に少年 E、 23日に少女 A も逮捕された。尾形はさすまたを持った捜査員に対し、タバコを吸いながら、逃げるつもりはねえよなどと話しているシーンがテレビによって全国に放映された。取り調べに対して尾形は、少女 A を寝取られてメンツが立たなかったので鈴木の命を奪ったと供述。弁護側は、事件時尾形は心神耗弱状態だった、若年で更生可能性を否定することはできないなどとして死刑回避を求めた。しかし、同4月26日、さいたま地裁は、まれに見る重大な凶悪事件。犯行は非人間的と言わざるを得ない。命を奪ってでも、メンツを守ろうとする暴力団関係者特有の思考で、あまりに短絡的な犯行。動機と経緯に、酌量の余地はないと一刀両断。さらに、刑事責任能力についても、指紋を拭き取るように指示するなど合理的な行動をとっている。事件の経緯、状況について具体的な記憶を保持していたとして完全責任能力を認め、弁護側の主張も退け、検察側の求刑通り尾形に死刑判決を言い渡した。弁護側は控訴したが、尾形は控訴を取り下げ、一審の死刑判決が確定した。弁護人によると、尾形は死刑に納得している。判決の事実認定に間違いはあるが、二審で正せないし、正す意味もない。特に女性3人には申し訳ない、あんなことをしなければよかったと反省していたという。
少女 A は埼玉家裁に送致されたが、事件の発端を作り関与の度合いも大きい、被害者の処罰感情も非常に強いなどとして埼玉地裁へ逆送致され起訴された。初公判で少女は事件前のファミリーレストランや A の部屋で言ったとされるやっちゃってやっちゃえは言っていないと主張し、起訴事実の大半を否認。しかし2004年11月18日さいたま地裁は求刑通り懲役5から10年の不定期刑を言い渡し確定した。少年 E は同容疑で埼玉家裁熊谷支部に送致され、中等少年院送致長期の保護処分を受けている。2010年7月28日東京拘置所で尾形の死刑が執行された。刑の確定から3年での比較的早い執行だった。享年33歳。この事件は未成年が引き起こした平成の凶悪事件として語り継がれている。ご存命の被害者2名は現在でも静かな夜は怖くて眠れないという。世の中には本当にどうしようもない人間がいることを教えてくれる事件でもある。弁護士も仕事なのであろうが、尾形のやったことを見てどこに更生の可能性を見出したのか教えてほしい。 B 子さんはたまたま鈴木と一緒にいた。 C 子さんは仕事に来ない鈴木の様子を見に行かされただけ。 D 子さんは C 子さんと一緒に住んでいただけで、3人とも尾形たちの三角関係とは本当に全くの無関係である。逮捕される直前に逃げるつもりはねえなどとカッコつけているが、どうせお前は自分がやったことの重大さなどわかるわけがないのだから、早急にあの世に行って被害者の方々に終わることのない懺悔をしろと言ってやりたい。恐怖も感じるが、それ以上に尾形と少女 A に対する怒りが収まらない事件でもある。